もしかしたら片谷さんですか。こんにちは、みどりんこと白木みどりです。はい、今日はですね、ちょっと札幌から離れたところに来ております。どこでしょう。バーン、わかんないよっていうね。ね、みどりんはさっきご飯を食べたんですけど、まだスタッフの皆さんがご飯を食べてます。目の前で、私の目の前でご飯を食べてます。食いしん坊みどりんに対してのなんか因縁かな。何を食べてるかというと、じゃ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 んじゃ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 んって言ってね、こうやってね、邪魔をするっていうね、ご飯食べてる邪魔をするっていうのが緑の醍醐味なんですけど。いや、今日のここの来てる場所は、正解はどこでしたっけ。あれですね、帯広。はい、十勝清水です。十勝清水です。はい、はい、このカットは取り直しだな。で、今来てるお店が十勝丸さんというところです。スープカレーと豚丼を食べました。美味しかった。ね、今日はね、みどりんのね、大好きなタレントさんも一緒にね、お仕事に来てるから嬉しいです。はい、どこだったかな。はい、そんなわけでみどりんカメラでした。またね。